丸い骨だもんですから、なかなか分かりにくいですね。こういうまっすぐのと違って分かりにくいんですけど、まあ、今日映ってる範囲でこのレントゲンがちゃんと入らないと分からないわけね。重なっちゃって分からないんですけど、こう見えてる範囲では良さそうですね。何も骨折は何もなさそう。で、肩の方は フローズンショルダーにはこれ固まっちゃうと、こう動かさないで固まった状態、コントラクションわかりますか？コントラクションになった時をフローズンショルダー。だけど今動くから、だから大丈夫。ちょっと痛み止め出しますか？そうですね、痛み止めだけでも。あ、薬のアレルギーはないですか？アレルギーは。自分の、ちょっとこう、バコクになってます。私もアビートもやはやでもいい。で、今、まあ、ポピュラーなのは、ペインケアでポピュラーなロキソニンなんですけど、ロキソニンでいい？はい。で、胃の薬も出しますね、胃の薬も。で、痛い時だけ飲めばいいと思うので、で、一日、毎食を飲んでもいいですから。だから、全然おっぱいは何もない。ここがメインでしょ、肩がメイン。肩がメインですね。だから、実は私はメラフィソスも当たる。おっぱいの方はね、蚊が違うの。正規じゃ見えないから、外科になっちゃうから、ね。そうですね。裏が飛ぶの。あの村も、なんか、こう、闇に光るの。ロキソニンは毎食後ぐらい飲むの、そんなに飲まなくてもいいでしょう。痛い時だけ飲むといいよね。胃の薬と一緒に食後、アフターミール、食後に飲んでください。で、20回分ぐらい出せばいい。で、あと湿布出します。サロンパス系がいい？ペタッとくっつこうがいい？じゃあ、ロキソニンテープ出しとこうかな。2週間分ぐらいで痛いところに。でも、1日1回なんですけど、1回って言って24時間貼っちゃうとかぶれますから、何でもかぶれちゃうから、半日ぐらいにしてください。7枚入ってますので、その4袋です。で、予約は取らなくていいかな。そうですね、もうちょっと多めに出しておいてみようか。6袋ぐらい出しておいてみますか。ちょっと様子見てください。はい、わかりました。心配だからのあるじゃあいいよ、チェック法が。だから今来ます。だから、フローズン症状にならないようには動かさないといけない。動かさないでいると固まっちゃうんで、関節がね。だからフローズンになっちゃいますから。何が動かしてください。はい、ありがとうございます。お待たせしました。はい、どうも。